東急バス二次が丘営業所。東急バス二次が丘営業所は、神奈川県川崎市麻生区大善寺963の鉢にあり、多摩プラーザ駅、麻美野駅から団地を結ぶ路線を、主に担当する、東急バスの営所である。また、2006年から2010年にかけての市川を、中山線の開設、梶ヶ谷や沼線、市川線、ニュータウン北線の移管により、エリアが拡大している。 営業所の略号は、新羽営業所との重複を避けるため、NJ となる。なお、虹が丘の名は、営業所に隣接する地名から取られている。最寄り停留所は、虹が丘営業所。と、元々田園都市千円線川崎市内、横浜市内のバスは、高津営業所が所管していた。しかし、多摩田園都市の開発が進むにつれ人口が増加し、 沿線に大規模な団地が造成されたことから、バスの需要を急激に高まり、高津営業所だけでは所管しきれなくなる。当時は、国道246号を使い、長距離にわたってで入庫していた。そこで、1981年に、青葉台営業所が開設された。それに続いて開設されたのが、虹が丘営業所である。高津営業所と青葉台営業所から、 アザミノ、タマプラーザ地区の路線を受け継いだ。1990年代に営業所管内で大規模な開発が相次いだことから他の営業所と比べ新しい路線が多い。タ26、ア27.28系統は主にアザミノ駅、タ26の未始発がタマプラーザ駅南口とススキア団地、虹が丘営業所をアザミノガーデンズ、もみの木台、虹が 岡団地経由で結ぶ虹が岡営業者の主要線であり、東院学園通学輸送も担う。終日本数が多く、日中でも十26、二27系統だけで合わせて、毎時給から10本ある。メインは、二27系統。メインとなる二27系統は、比較的短距離な路線であるが、沿線に大規模な団地を3つも抱え、あざみの団地、虹が岡団地。 ススキや団地のことで、同盟のバス停以外に、ススキや一丁目、もみの木台、ススキや二丁目、虹が丘小学校バス停付近にも団地が多く、存在、同時に、東院学園の通学輸送も担うため、朝は両方向で混雑が激しい。ススキや団地と虹が、丘団地らは多摩プラーザ駅企業も出ているため混雑は緩和されるが、虹が丘小学校から先は道路線の本数が、 圧倒的に多い。平日土曜の朝には、当院学園生徒の登校の便を測ったすすきや、団地域急行便系統番号は付与されないがあり、途中、もみの木台及び、虹が丘団地のみ停車する。平日土曜は、虹が丘営業所業の深夜バスがある。行った26系統は多摩プラザ東急 SC への買い物客を見込んで、開設。 タマプラザ東急 SC の営業時間帯に運転する。開設からしばらくはほぼ20分間隔で、毎時3本運転だったが、現在は、毎時2本。2012年4月1日のダイヤ改正では、終車が17時台に繰り上げられた。A25 系統については、下の A29 系統の欄を参照。A28 系統は、 朝の駅方向と夜の営業所方向のみ、もはや朝帯はすべてこの路線に集約されており、始発便は、東営業所を午前4時台に出発し、あざみの駅からの電園都市線渋谷方面の始発電車に接続出るようになっている。一方夜間は深夜バスが存在する。虹が丘2丁目を経営するバスは、ア28系統と、サギ21系統だけである。以前は、 日中も走っていた。ア2 9系統は、アザミノ駅と田園町府学園大学を、アザミノガーデンズ、エゴマデン三丁目、桜アベニュー、美しが丘西経由で結ぶ路線。近年、開発が進んだ、ジェネヒルアザミノと、美しが丘西の住民の便を図るために新設。田園町府学園大学の学生輸送も担う。 あ29系統の田園町府学園大学線の田園町府学園大学キャンパスバスは以前は学校施設利用者のみ乗降可能だったが2005年にバス停を移設したことで一般客も乗降できるようになった。なお朝と夜は美しが丘西始発議になる。2002年にあ27系統を延長する形で補給を経由しあざの駅と 美しが丘西を結ぶア25系統を新設したが、東急が新たにエゴマデン軸で、ジェネヒルアザミノのブランドで、分譲住宅の販売を始める際に、ユジをエゴマデン三丁目、桜アベニュールに改めたア29系統を新設し、こちらをメインにした。ただし、出入庫に際しては従来通りのア25系統のルートに沿って走る。アザミノ駅とアザミノガーデンズを、 アザミの三丁目、クロスデン経由と、アザミの南、ミスズガオ大場中央経由で結ぶ路線。この路線は1990年代に開発が進んだ、クロスデン、ミスズガ、丘の住民の便を測る目に新設。ア71は、アザミの二丁目で左折、アザミの名物の桜並木を抜ける。ア72は、アザミの駅を出ると、すぐ左折し、アザミの南、 ミスズ丘を経由。両系統は、大場坂上で交差し、それぞれアザミノガーデンズへ向かう。アナナ十一1系統は平日のみ、アザミノガーデンズ用の深夜バスがある。アナナ十五5は、アザミノ駅多摩大学目黒セミナーハウスを走る、学校関係者専用系統。停留所に掲示されている表に運行日が書かれている。この系統は、クロス電線からの流れ運用である。 主に小田急小田原線柿尾駅と東急田園都市線とマプラーザ駅をことひらした大善寺東三丁目、保ヤ経由で結ぶ路線。元石川線と並ぶ管内で最も古い路線の一つ。長尺者は通常は重当しない。柿例に系統は大半が虹が丘一丁目経由だが、朝夕に通勤用の大善寺東三丁目経由が存在。ただし、 琴平神社初詣客の渋滞回避のために、三が日は日中も大前寺東三丁目行になる。日中はかきれ1がメインで運行されており、日中毎時3本程度の運行がある。後日のかきれい2の運行間隔は不均等である。小田急線、玉プラー在駅を結ぶ系統では、快速急行、急行停車駅である信号が、 岡駅発の新25よりも本数が多い。2012年2月1日のダイヤ改正より、柿01系統、田31系統については、美しが丘西一丁目を通るようになり、保木と保木入口については乗降場所が変更となるため、注意が必要である。柿尾駅の停留所は、柿尾駅前であるが、車内放送では、柿尾駅南口と案内。柿尾駅南口は、 道が狭く、バスが歩行者とスレスレで通行する状態であった。同時に、駅到着まで時間がかかる、専用の下級折り返し所まで行かないと、折り返せないなどの問題点があった。その問題を解決するため、2007年、平成19年4月1日より、駅から距離のある場所に設置された仮設ターミナルの使用を開始した。その際に、 柿折り返し書の使用は停止され、現在は休止状態にある。柿例日系統の大禅寺東三丁目経由の上りは、正月の三が日以外、すべて虹が岡団地発である。これは柿尾線の執行としても補っている。正月の三が日は、琴平神社の初詣の影響で、すべての便が大禅寺東三丁目経由となるため、上りに、 すすきや団地発便が存在する。この路線は、日吉の辻柿尾駅前間にて、川崎市バスの溝17、溝の口駅南口柿尾駅前系統との共通定期券を取り扱っている。共に、ターミナル駅である、小田急線新百合ヶ丘駅と、田園都市線、横浜市営地下鉄ブルーライン、あざみの駅を結ぶ路線。 新百合ヶ丘駅からの東院学園の通学輸送も担う。区間便の新21系統は平日土曜の朝に4本のみ、運行されていたが2012年4月1日のダイヤ改正で平日1本、土曜新100号方向庁2本、休日昼間1本の運行になり東急単独となった。出入庫はア24系統で行う。混雑が激しいゆえに、長弱者、または 標準尺車を重当しており、通常は短尺車は重当しない傾向にあったが、最近では短尺車やノンステップ車の重当も時折見られる。ただし、共同運行相手の小田急バスは、長尺車が導入されていないため、短尺ノンステップ車で運行している。1時間あたりの運行本数は、朝夕で5から6本、日中は3から4本程度である。平日日中は2車合わせて、 毎時3本、土休日日中は、毎時4本がほぼ等間隔に運行されており、日中に限れば、土休日の方が本数が多い。前日のあざみの線と二次が丘小学校、あざみの駅間で並行するが、新百合が丘駅行きは、あざみの駅の乗り場を1番、あざみの線すすきや団地行きは3番とすることで、乗客の遠近分離を図っている。A24 系統は、 あざみの駅虹が岡営業所の出入庫便。この新し百合線の出入庫以外に、県山線、黒砂美鈴線、滋賀、汚線、滋賀、尾賀お、中山線、元石川線、あざみノ線の出入庫もこの系統で行う。こちらもあざみノ駅乗り場は一番で、乗客の多くは、あざみノ線に集中するため、虹が岡営業所行きは、ラッシュ時間帯でも空いていることが多い。 あ28系統と違い2時が、岡団地は経由しない。平日土曜の深夜帯は、あざみの駅行きの深夜バスがある。新百合ヶ丘駅と玉プラザ駅を知りし黒川道路、日吉本石川線経由で結ぶ路線である。新百合ヶ丘駅から山口大中央を経由し、日光から知りし黒川道路に、日え原で日吉本石川線へ、平崎橋から玉プラザ駅方面へ入る。 開設当初から小田急バスとの共同運行を行っており、共通定期券の取り扱いを行っている。2社合わせて新25の投資便は、平日日中は30から50分に1本程度の本数で、運行間隔が不均等で、ダイヤがパターン化されていないのに対し、同休日日中は30分に1本の等間隔ダイヤとなっており、平日と休日でダイヤが 大幅に異なり、土休日の方が本数が多いのが特徴である。平日朝夕でも日中と同程度で本数は増えない。日吉本、石川線、市里市黒川道路の延伸を機に2003年7月15日に新設。この路線の開通に伴い、経路が重複するもと、石川線た52系統各エーテラ循環は廃止した。 同時に多摩プラーザ駅田園長府学園大学の輸送を担うことになり、それまで田園長府学園大学へ乗り入れていたた71系統は乗り入れを止め美しが丘西止まりに再び戻った。新25系統は小田急バスにとっては初の多摩プラーザ駅乗り入れ路線で、小田急バスは当初は育田営業所担当であったが、 2013年6月2日の上りと営業所開設に伴いこの路線も上りとに移管された。玉プラーザ駅とススキア団地、虹が丘営業所を結ぶ虹が丘営業所の主要路線である。終日本数が多い。沿線に団地があるので利用者は多い。他41系統で往復する運用のほ他、玉プラーザ駅、詐欺沼駅発着路線、玉プラーザ駅詐沼駅は、 改装の出入庫も道路線で行っている。平日土曜は、虹が丘営業所行進夜バスがある。玉プラーアッツ駅と枝駅を補給入り口、あざみの駅、透明枝経由で結ぶ路線。館内では、下記路線と並ぶ、最も古い路線の一つであるが、利用者も本数も少なく、日中の本数は、毎時一本程度。あざみ駅、枝駅では、 平日朝夕のみ区間便がある。大型単尺車で運行されるが、大型標準尺車や中型車で運行されることもある。他61.62系統は玉プラーザ駅とエコダ地区、アザミノガーデンズを結ぶ路線。元石川高校通学輸送も担う。日中の本数は、内回り外回りともに、毎時1から2本と少ないが、両回りと、 並行する他63系統を合わせると毎時4から6本となる。もともと、県山線、エコ田線ともに多摩プラーザ東急 SC への買い物客を見込んで開設。元石川高校通学対策便が存在。ただし、高校が休みの間は運休。他63系統は玉プラーザ駅から元石川高校を経由し、大場町バス停で左折せずに、 直接、あざみの駅へ向かう系統。地下鉄利用者で、あざみの駅から、元石川高校へ通学する生徒の便を測って、設けられた。日中は、毎時2本と本数は少ないが、平日朝は、通学対策便が設けられている。3月玉プラーザ駅と、美しが丘西地区を結ぶ路線。日中の本数は、毎時1から3本と少ない。 1990年代後半に開発が進んだ、美しが丘西の住民の便を図るために開設。1999年から2003年までの間、美しが丘西停留所から、川崎市麻生区にある、調布学園、現、田園調布学園大学校内まで路線が、延伸されていた。2003年に、田園調布大学前を経由する平原線が、 新設され元の美しが丘西止まりに戻った。かつて、横浜市青葉区美しが丘西町内は、三丁目の一部を除いて地区から遠い元石川小学校の学区であり、通学対策として2001年に、虹が丘営業所発、よもぎやと、美しが丘西、一旦折り返す経営元石小学校入り口、このバスのみ、停車の停留所行き方道輸送のスクールバスが、 運行されていた。2003年には、始発がよもぎ跡に短縮、後に、美しが丘西始発の便が設定された。多摩プラザ駅及びセンター南、北駅と江北ニュータウン北部の幹線道路沿いの地域を結ぶ。この路線は、移管前からノンステップ車が主に使用されていたが、現在ではワンステップ車も使用されており、標準借車や、 長尺車で運行されることも多くなっている。日中時間帯はた92系統、朝方と夕方から、夜間はた91系統を、主に運行し、日中は1時間に3本程度の運行である。沿線に、東京都市大学横浜キャンパス、すみれが、岡南が最寄り停留所やサレジオ学院があるほか、新石川、中川地区や南山田地区では、 数少ない路線バスということもあり、乗客は比較的多い。この路線の遺憾により、ニュータウン線廃止以来約15年ぶりに、虹が、丘が、江北ニュータウンへの乗り入れ路線を受け持つことになった。多摩プラッツァ駅サレジオ学院直行バスは、従来から存在するサレジオ学院生と輸送バスを生徒以外も利用できるように、携帯変更したものであった。途中無停車。 ただし、サレジオ学院の登下校時間帯のみの運行で、休校日や休日、試験日など、学校の時間割に合わせたダイヤとなっていた。また、通常パターン、試験日パターン、試験前パターンなどがあり、どのパターンで運転するかは、多摩プラーザ駅、サレジオ学院、センター北駅の各バス停に掲示されていた。廃止となった北21系統は、 市営バスの302系統、区間廃止と303系統、廃止を足して2で割ったルートとなっており、案内状はニュータウン循環や中循環と呼ばれていた。末期は1日1本編、方向13から14時台、内回りのみとなっていた。他九十95系統は廃止当時、中川駅に乗り入れる唯一の路線バスであり、1日1往復のみの 運行であった。これはかつて、あざみの駅茅ヶ崎新道市が、お駅を結んだ路線の名残であった。北302系統は、もともとは、横浜市営、バス302系統と並走し、共通乗車券も取り扱っていた。このため2001年の系統番号付与に際しては、異例の3桁番号が与えられた。 しかし2007年4月から市営302系統が中町大駅江北工業団地から新北川橋に短縮、グリーンライン開業時に東山田駅まで2010年10月に一部便が市営88系統と統合して、現在はかつた経由でセンター駅に再延長され、廃止されるまでの最後の1年間は路線が完全に被らなくなっていた。 主に JR 横浜線中山駅北口と、田園都市線市が、お駅、滋賀、お駅と、東輪学園前、鴨志田団地を、横浜上朝を道路休暇経由で結ぶ路線。東輪学園通学輸送も担う。日中の本数は区間によって差がある。市賀、お駅東輪学園前において、従来より、東急バスが、横浜市営、バス43系統と共同運行していたが、 それ以外の市営単独運行区間も移管されて、開設。市営時代と同じく、中山駅北口奈良北団地より開始場の通し、運行はない。移管時に、河和町発着便は廃止された。中山駅北口市が、お駅当院学園前の本数は多いが、時家町、奈良北団地方面の本数は少ない。青と、オ都、都から、市が、お駅間では、 神奈川中央交通中50系統、中山駅南口市が、大駅が並走し、平日、土曜の朝に一往復のみ運行されている。中山駅北口市が、大駅間は、毎時3本、市が、大駅東院学園入り口間は、毎時4から6本程度、東院学園通学時間帯はさらに本数が増える。東院学園での行事開催時等に、臨時便を運行することがある一方、 休校期間中は、通学時間帯の減便も実施される。出入庫は主に虹が丘営業所等院学園前、黒金町、鴨志田、市発のみの改装で行うが、市が、尾駅発中山駅北口業始発と朝の市が、尾駅発、便何本かに関しては、a 十八系統で、虹が丘営業所から、あざみ野駅まで送り込まれた便を、あざみ野駅から、新横浜元 石川線、国道246号経由で市が、尾駅まで改装することで出港させている。道幅が狭いため、基本短弱車や標準弱車での運行で、長弱車が運用するのは稀である。小田急小田原線柿尾駅と、東急田園都市線市が、尾駅を結ぶ、主要路線である。日中の本数は、毎時3.4本。折り返し場の広い駅北口発着のため、 長尺車も、重当可能である。北口を出ると、上浅尾交差点から横浜上浅尾道路に入り、小田急線を、柿尾新橋で渡り鉄町まで直進、黒金町からは、旧道経由で、青幕総合庁舎付近まで進む。他の市が、お駅発着のバス同様に、市が、お駅方面のみ、東口省営会通り停留所、校舎のみ、を経由する。 東院学園前引く市が、尾駅の生徒輸送は、市が、尾、中山線。東院学園前から、柿尾駅の生徒輸送は、小田急バス柿重に系統が受け持つ。ただし、東院学園入り口からこの系統を利用する生徒も、いる。この路線は、就車が二十一時台とた路線より早い。また、神奈川中央交通がこの柿十三系統と同じ、ルートを通り、 柿尾駅北口から、さらに、小田急バスの柿24系統に沿って、京王相模原線若葉台駅まで運行する柿26系統を持つが、休日に一往復のみの設定で平日は、運行されない。かつては、神奈中バスも柿23系統を担当していた。田園都市線か自がや、鷺沼の両駅を、鉄道の駅から離れた野川台地区を経由して結ぶ。 長尺者が重当することはない。野川大地区は、多摩田園都市構想の最初期にモデルケースとして、開発されて、以来、50年以上の歴史を持つ。この路線の前身となった、野川線は、昭和50年代までは、川崎営業所の野川、久津江線、現、杉霊休系統と組み合わさって、小杉駅まで運行していた。その後、 梶ヶ谷駅から野川台への最短ルートとして、梶ヶ谷線が開設される。1981年、昭和56年に、野川線が分断され、詐欺沼駅と小杉駅それぞれから野川台で折り返す、形となった。梶ヶ谷駅から野川台で折り返す梶ヶ谷線はそのまま、残り2003年、平成15年、運行の効率化を狙って、梶ヶ谷線と野川線は統合された。 運行本数は、ア27系統、タ41系統の次に多く、平日日中は、約10分間隔で運行されており、さらに本数が増える、朝夕ラッシュ時を中心に利用者が多い。梶谷駅の川大公園前館の区間便は主に、平日朝に運行され、最混雑時間帯は、サギ沼駅発着の便と合わせ、おおむね3から4分間隔で運行されている。 深夜バスは平日と土曜に運行され、平日の梶ジ駅発最終便は、田園都市線下り最終電車に接続する形で午前1時過ぎまで設定がある。短尺、または標準尺車の運行で、長尺車が運用することはない。玉プラザ駅と美しの森地区を結ぶ。時間帯によって始発から11時までは内回り、12時から終車までは、 外回りと回り方が変わる。玉プラザ駅を発車すると、次の停留所で、川崎市内に入り、新興住宅地を循環してた、まあ、プラザ駅に戻ってくる。このため、短距離ではあるが、川崎市内運賃区間が設けられている。平日は、通勤客を重視し、土休日は日中を重視したダイヤが組まれている。2016年8月1日に、 路線バス社会実験として美しの森から先、犬倉、白果八幡、生田緑地入口を経由して、向こうが丘遊園駅を結ぶ、他83の運行を開始。川崎市バスとの共同運行で、多摩プラザ駅を利用する場合のみ、横浜市内運賃が適用となり、それ以外の区間では、川崎市内運賃が適用される。日中のみの運行でおよそ40分間隔で走る。 社会実験のため、2017年3月31日、運行当初は、同年1月31日までの期間限定で運行され、2017年4月1日から本格運行が開始となる。運行経路、運行本数や時間の変更はなし。2018年10月1日より運行が開始された、新路線、小田急バス、 川崎市バスとの三者共同運行となる。東急バスとしては、初の聖マリアン内課大学前へ乗り入れる路線となった。いずれの路線も、日吉本石川線を経由し、続き IC から第三京浜道路に入り、首都高速神奈川2号三沢線、首都高速神奈川1号横羽線、首都高速神奈川3号狩場線経由で、首都高速湾岸線に入り、 羽田空港、東京ディズニーリゾート、東関東自動車道経由で、成田空港へ至る路線であった。2006年3月16日243、系統が横浜市営バスから移乗された際、車庫の容量が足りなくなるため新羽根営業所へ移管。現在2時が岡営業所に配置されている、一般路線車は、伊須津、日野、三菱扶桑と、 トラックスからなる全メーカーの車種があり、2013年、現在東急バスサイトの117台のバスが配属されている。中でも、伊子図と三菱不走の比率が高く、中でもキロリットル台の伊子図製、V8 エンジン車が配属する県内唯一の営業所となっている。過去には大型3ドア長弱車で、全座席が3ホーシートというオールロングシートのみの、 イスズ社が大量配置されていたが、自動車排出ガス規制に伴い、現在では全車廃車されている。車種は契約輸送用車両と2010年に、鶴巻営業所から転属してきた度トラックス製中型車の NJ520 を除き、大型車のみで短尺車、標準尺車、長尺車まであり、長尺車は、元石川線、柿尾線、 カジガやサギ沼線に充当できないなど一部路線に制約があるものの短弱標準借車のワンステップ車は基本的に管内全路線で共通運用されている。ニュータウン北線は原則として大営業所から転属してきたノンステップ車を充当していたが最近ではワンステップ車の運用がメインで標準借車や長弱車も使用されるほかニュータウン北線以外の路線でも ノンステップ車が使用されることが多くなっている。中型車の NJ520 は、教習や契約輸送で使用されることが多いが、元石川線や犬倉線などで運用に入ることも、ある。2002年度以降は、ワンステップバスのみが増備されており、東急バスでは唯一ノンステップバスの申請配置が、全くない営業所であったが、2010年10月のニュータウン北線いに、 鶴巻、川崎、山田営業所からいすずと、三菱不走のノンステップバスを受け入れ、これにより、東急バスの全営業所にノンステップバスが配置される、ことになったほか、2015年度にも、三菱不走製の標準弱ノンステップ車が初めて、申請導入されている。滋が、お中山線維間に伴い、全車が LED 行き先表示器を使用するようになった。同時に、 従来配置されていた空港、ディズニーリゾート路線専用の高速路線用のバスは、新羽営業所に路線が移管されたため、全車新は営業所へ転属した。以前は、日の製・ワンドマ社の旧、NJ948 が配置されていたこともあった。ものの、その後は長らく長尺ワンドマ社が存在しなかったが、2012年6月に、新羽営業所と青葉台営業所から、 三菱不創製、日野製のワンロマ車が転入し、長尺ワンロマ車の配置が一時的に復活したワンステップのワンロマ車は初登場。ただし、三菱不創製、ワンロマ車は2012年8月に多津営業所に転属、日野製、ワンロマ車は2012年9月に目黒営業所に転属したため、再び配置がなくなった。その他、市が、お駅。 伊藤中テクノソリューション図鑑の契約輸送用に、伊子と日野の中型ワンドマート奏車、養護学校のスクールバス、三菱不走車が配置されている。カジレイチ系統の遺憾により、高津営業所から日野車628.629633.734735や三菱不走車。 581.58に58 8782から8785.886から889。それに、東山電営業所から、伊すず七百780.781の、計7台のワンステップバスが転入してきた。また、2010年10月にニュータウン北線が、東山電営業所から移管される際には、鶴巻、川崎、 東山田の各営業所から伊子図と三菱不走のノンステップバス転属している。これが虹ヶ丘で初のノンステップバスとなる。同時に高津営業所からワンステップ車の土星701.702と日の星444、後に高津に復帰などが移籍している。2011年度に新車で導入された NJ1153 は 東急バス創立20周年を記念し、観光バス原稿塗装、マーキュリーカラーとなっている。2015年度に、新車で導入された、三菱不創製の NJ1574NJ1576 は、車番と登録番号の数字部分が一致している。これは1996年度に導入された、川崎営業所の土砂、1511から1515 15以来、 約20年ぶりとる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。